はい、皆さんこんにちは、吉野正です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。久々にですね、食べ物以外行きましょう。食べ物以外を行きましょう。こちら、これはですね、サングラス。はい、よくやっぱ朝ですね、比較的ですね、東へ向かってで出勤しますので、比較的東、はい、東に向かっていくんですよ、車でね。で眩しいんですね。ですのでサングラスあったんですけど壊れちゃったんですね。車の中に置いといたので買ったんですね。これはちょっとこのレンズの部分がでかい、今流行り系のやつですよね。どうでしょうか。あり自分でありって言っちゃいましたけどね。まあうん、いいんじゃないいいっすよね。どうでしょうもっとでかいとね、レンズがちょっと変かもわかんないですけどね。こういうでかいのを初めてっていうか、割とレンズの部分がね、でかいサングラスをつけたのはですね、今ちょっと人が来てびっくり。はい、浜崎あゆみさんじゃないかなと思ってるんですけどね。どうでしょうか。もっと前にですね、つけてた人もいたんでしょうけどもね、まあもうほとんどね、ファッションとしてつけるっていうよりは、その出勤時に東へ向かうのでですね、眩しいので、まあそんな時ぐらいですかね、使うのはね。はい、じゃあこんな感じでね、ちょっとね、使ってみたいと思います。ということで、今日ご紹介したのはこちらの昔で言うとこのグラサンでございました。ありがとうございました。